皆さんこんこにちは命を守る参議院議院員の川田隆平です今日は12月1日ということで世界エイズデーと国際エイズデーということで全国的に、まあ、世界的にですね今日エイズについて考えたりいろいろ行動したりエイズのことを考える日でもありますで私自身もですね10歳の時に HIV に感染をしてから ずっとこの36年間、HIV 感染を知りながらずっと生活をしてきて、ですね最近ではこの薬もですねだいぶ良くなってきて、おかげさまで薬を飲むことができていることもあって、なんとかウイルスの量も抑えることができて、そしてこうしておかげさまで生きていることができております。 でただやっぱり、本当にこの薬害という、まあ、本来病気を治すための薬でもって、命が奪われ、健康が奪われる、この薬害事件の、まあ、本当に問題については、私自身もです、ねまあ、あの当事者として、特に、えーまあ、裁判も戦ってきましたし、まあ、今でもやっぱりこうした薬による薬害の問題というのは、なんとかなくしていきたいという思いで、まあ、今も、えー、国会でも仕事をさせていただいております。 そういった意味で先日も厚生労働委員会でも質問させていただきましたがやっぱりこの新しくですね今回緊急承認された薬もですねやっぱり非常にその使い方を気をつけなければいけないですしそしてこのワクチンについてはです、ね、やっぱりそうした情報の面でやっぱり正確な情報をやっぱりしっかりと国がですねやっぱ公開していくという、まあ、そして企業もですねこういった情報についてやっぱりその危険も含めて ちゃんと明らかにしていくということで判断をそれぞれの人が正確に情報を得た上ですることができるようにしていくということが大事だというふうに思っております。で先日あの11月11日にちょうどそのこの本がですね書店に並んでから、えー、とおかげさまで、えー、ちょうど3日前ですかねあの「本ォというサイトの、まあ、本の通販ストアランキングの エッセイ自伝それからノンフィクションの分野でノンフィクション・ルポルタージュランキングというのの2位に入ったということで、えー、速報が出ましたであの本当にこの本ですねあのおかげさまでやっぱりいろんな人に、えーまあ、今読んでもらえているということで、まあ、あのちょうどやっぱりこのキャッチがですね、まあ、どうせ知るなら世界を変えてやろうという、まあ、本当そのキャッチがですねやっぱりすごく 目を引くということで、まあ、いろんな方にあの注目していただいてまたお読みいただければと思っておりますそれからこの本ですねいろいろと、まあ、あのもうこの youtube でも言いましたけれどもやっぱり英語の勉強になるというのがまず第一ですよね英語の勉強に使っていただける、まあ、そしてあの大変素晴らしい堤恵美さんの詩が伝えたいことがありますという詩が収録されていて これもあのいろいろとその、えー、詩をですねやっぱり知っていただくということもすごく大事ですしそれからそのテーマもですねいろいろと今回あの多岐にわたるテーマが入ってますので薬害、まあ、エイズのことで、まあ、h i v エーズのことも含めて話してありますし、まあ、書いてありますしそれからドイツ留学をした話それから母親の選挙を手伝った時のき 秘書になってから仕事をした時の話それから大学講師をしてた時のことなども入っていますし、まあ、結婚して国会議員になった、まあ、それと国会議員としての3.11を経験して法律を作ってきたり特に有機農業それから食の問題について今取り組んでいるローカルフード法のことも入れさせていただきましたでそして最後に若い人たちに向けてメッセージということで。 特にやっぱり若い人たちにやっぱり読んでもらいたいというふうに思っておりますので是非、まあ、のこの本あの書店にも並べていただいてますので是非、まあ、手に取っていただいてまた見てまた,えまたお読みいただければと思っております。 欲しいという方はですね、また連絡いただければまた、えー、事務所からも、えー、送ることができますが、まあ、ただやっぱり地元の本屋さんやっぱり今大変苦境に立たされている小さい書店にですね、やっぱりぜひ、えー、助ける意味でも、えー、いろんな本をやっぱり注文していただいて、えー、本屋さんで買っていただくというのがやっぱり一番望んでおりますので、ぜひ本屋さんでまた、えー、手に取って買っていただければと思っております。注文して買っていただければと思います。よろしくお願いします。 えそれで来週以降の日程はですねあの今あのまあ、今日は国対会議というのがそれぞれあの週三開かれておりましてまあ、来週以降の日程がですねまあ、ほぼほぼ、えー、まあ、まだ決まってないところが多いですけれどもえ大体こんな感じかなということになってきていますで昨日ちょっとまああんまり言っちゃいけないことを言ってしまいましたけれどもまあそういう意味でやっぱりその今国会ですねやっぱり 本当に重要な法案が、えー、たくさんある中で、やっぱ本当に十分な審議をやっぱりし尽くすということを、やっぱり野党としてももちろん、えー、しなければいけないですし、もちろんその与党もです、ね、やっぱこの法案について、やっぱり十分な審議時間を確保する、その上で、えー、ちゃんと、えー、この法案の中身についてもです、ね、やっぱり議論する時間をやっぱり作らなきゃいけないということで、まあ、今、質疑時間、一生懸命確保するために、 与野党で今、そういった下打ち合わせといいますか、事前の協議をさせていただいております。き今日このあと、厚生労働委員会の理事婚を開かせていただくということで、そういった形で今後の日程を決めていけるかと思いますが、ただただやっぱり、来週はです、ね、本当にもう国会会期末で、 とても忙しい1週間になりそううだというといころはありますでそれからそれに合わせてですねやっぱりこう月末ということも月末には年末と差し迫っているということもあっていろいろと会合が今もいろんな会合がありまして国会会期末に向けてまたいろいろと 集会などもやっていくことになると思いますのでまあ、そういったものも同時並行でやっておりますまあ、週末もですねまた東京都内でまあ、その西東京市というところでお話をする機会もありますしそれから4日もですね Zoom でですがまたそういう集会もありますまあ、3日の午後もありますそれから5 4日もそうですね4日も えー、2つぐらいあります、まあ、そういう意味でやっぱり本当にこう今リアルのインターネットだけじゃなくってあのもちろんそのリアルですねリアルは対面の方が、まあ、メインですけれども、えー、それに加えてそのズームのオンラインの会議、まあ、そういったものもどんどん入ってきているのでもうなんか2倍の忙しさというかですね、えー、それまに行けなくても。 会議出てくださいみたいなことになっていて、まあ、もうちょっと今そのもう時間がもういくらあっても足りないなという状況にだんだんなりつつあります、まあ、そんな意味でまあ人間体は一つですので、まあ、そのまあ体がいかなくても画面に出るとか本当にちょっともうなんかすごくなんか体もなんか、えー、だんだん、えー。 まあなんか影武者という人もいましたけど影武者の大臣とかも言いますけど、まあ、本当にそういうなんかちょっとこうもう一人いたらですね、まあ、本当にそういう上うにあのもう一人の人がやるみたいなことになってますけど、まあ、ちょっと本当ちょっと一人の人間として、えー、やっぱこれから限られた時間で、まあ、本当に時間は限られてますので、えー、まあ場所はねいろいろですけどもこれからも国会なんとか乗り切っていきたいと思っております。 そしてまあ今年です、ね、やっぱ本当にこの <laughs> まあ年末にもう本当に差し掛かっていてですね国政報告ニュース毎年紙で媒体で紙媒体で出しているニュースがあります。でこちらも今準備作業をしておりまして毎年出しているこのニュースですのでぜひあの皆さんにまたお手元に届けられるように。 こういったあの国政報告ニュースを今作成しております。で、今、他にもですね、去年のもありますけど、まあ、本当にいろんな形で、こまで出してきました。まあ、それについてまたちょっと皆さんにあのご報告方々ですね、まあ、こういったあの国政報告ニュース出してきましたので、 まあ、ぜひこういったものをまた皆さんにお送りさせていただきますので、あぜひご希望される方は事務所の方にですね、メールなり、えー、ファックスなり、えー、電話でも、あ、では難しいかな、ちょっとまあ、ファックス、メールでいただければ、住所とかあの送らせていただきますので、またあのご案内させていただければと思います。本、え、当、ー、この月末、まあ本当、ね、年末、まあ、間違えて、年末ですね、年末と、えー、大体6月と12月にこのニュースを発行しているんですが、 まその12月にこの出すためにはですね、もう印刷書けなきゃいけないんですね。だからもう国会終わる前に国会終わったかのように書かなきゃいけないということもあって、もうなだそれだって感じですが、まちょっと今もうあの書いてます。そういう意味でまあぜひ皆さんに国会終わったらすぐお届けできるように頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。国会また引き続き頑張ってまいります。ありがとうございます。